練習チャンネル。はい、練習チャンネルです。上本です。はい、今回ですね、清水くんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと重大発表があります。最近続きますね、重大発表。はい、なんとですね、私1月の末にですね、学習塾をオープンしようと思ってます。ついにコンサルティングっていう、まあ普段巨業をやってるんですけれどももちろんそれをやりますよ。秋葉原にですね、学習塾をまず1校舎オープンしたいなと思ってます。よっ。で、清水くんがですね、そこの教室長を担当してくれるというところで、上本と僕と清水の3名体制でまずは今塾のオープンに向けて頑張ってるというところです。清水くん、自己紹介お願いします。はい、清水大河と申します。大学は東大で、まあ、昔からずっとちょっと教育業界に携わりたいという思いがありました。シビアな評価のされるストックさんという環境の中で、まあ、自分の力を存分に発揮してこの教育業界で働いてみたいという流れで、この度あの秋葉原の校舎の方で教室長をやらせていただくことになりました。秋葉原の校舎をまあ大きくすること、そして、まあ、あの自分が携わる生徒さんたちの合格率を少しでも上げられるように、まあ、尽力していきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。僕としてはですね、漁業であまりにも利益が出ているんで、ちゃんと社会貢献してるんだけど、社会貢献性の強い事業をやりたいなというのがまず一個大きくありましてですね、まあ、それを武田塾の林塾長に相談をしましたらですね、はいはいはい、全然別にあの自由にしていいけれども、あの興味があれば別に武田塾も全然やっていいよということだったので、なるほど、なるほどと。フランチャイズで武田塾一校舎加盟という形で秋葉原にオープンしようかなと。こんな炎上リスクの高そうな人を、はい、オーナーにも迎えるなんて受け入れてくれる懐の深さまあ僕も実店舗っていうのはあんまり慣れてないので、まあマーケティングだったりそういったところはまあ多少は知見はあると思うんですが、実店舗のまあ接客だったりとかサービス業みたいな感じになってくると思うんで、僕自身も店舗にまあ足を何度も運んだりとかして、この店舗を盛り上げられるように頑張りたいなと思ってるのと、ストックさん関連の上本しっかり、伊藤野の子しっかり、渡辺桐子しっかり、船崎岩野井上さんと、ちょっとどんどん集めてきて、お前らさって広告代理業とかコンサルとか協業ばっかやってんじゃねえよつってちゃんと教育やろうぜっていうムードに持っていきたいなと思ってますね。え、全体を？そうだどういうこと、どういうこと。え、いずれじゃあ俺も店舗なんか出すの？店舗っていうか、もうその秋葉原にどんどんみんな来てもらおうと思ってますね。はぁ、はい、え、僕がじゃあ秋葉原の武田塾に通うんですか、うん、何かしらの形で分かんないけどね総動員でちょっとこの塾を盛り上げたいな。なるほど、はい、つまりは真剣にやらないとね。真剣にやらないと、マジでこれは。これはでもあれなんですか、うん、ある程度じゃあお金を稼ぎましたっていうフェーズから、うん、次投資フェーズみたいなの入ってっていうお金の使い方を見せるっていう側面もある、うん、まあそうだね。ざっくりと今回1500万ぐらいかかってるんですよ。さすがに僕起業して今2年ちょいなんで、1500万っていうお金を使うのは人生で初めてなわけですよ、うんうんうん、だからそこそこ緊張はしてますね。だからこれうまくいきてえなみたいな。それがね、ずっと赤字だったとしても別に僕は大丈夫なんですけど、でもやっぱせっかくの投資なんでね、先の持ち出し型のビジネスっていうのはまあ初めてではないけど、ここまででかいのはまあ初めてなんで、うんうん、これは外せないとっていうところで、まあ、僕の知人だったりとかネットワークをフル活用して、一番塾講師というか教室長としていけそうな人を、数多くの人を面談した結果、清水くんという、まあ、東大でビジネスとかもやってたりして、要はマネジメント能力が非常に高くて、今ちょうどリソースが空いているというところでフルコミットしてもらえるんじゃないかなという形だったので、あ、清水でダメだったらちょっともうダメだわという人材を用意できたのでまあ決断に至ったという運びですね。なるほど、はい、責任重大だね。そうですね、めちゃめちゃ緊張します、うん、これでマジこけたら全部清水のせいにしてやろうと思って本当に東大がやったやめっつってゴリ詰めしようと思って。なるほど、学歴詐称じゃないかっつって。そうそう、でもやっぱり人のね、人生を預かる場所でもあるわけなんで、うん、生半可な気持ちでは絶対できないですし、うん、やるんであればどの塾よりも武田塾秋葉原校が一番合格率が高いというような、まあ、生徒を幸せにできるような塾にしたいなと思ってるんで、これを見てる視聴者の皆さんも周りで塾選びに迷ってる方がいたらですね、ぜひ武田塾秋葉原校まで清水くんもね、ストックさんでのがっつりした仕事っていうのはこのプロジェクトが初めてになるのです。今まではサポートが多かったけれども、はい、ここで結果を出せなかったら
そこで生徒を満足させることができなかったら、もう僕は清水君と縁を切ろうと思ってるんで、そのぐらいの覚悟でやってます。まあでもそうだね、はい、生徒さんのために頑張ります、うん、生徒を増やすために一番大事なのは営業力を磨くことではなくて、生徒の満足度を高めて口コミで広げることだから、はい、それを徹底してくださいということで、ちょっと今物件の内装だったりとかしている関係で、確定した日程がまだちょっと今の段階では決められないんですけども、ざっくり1月の末ぐらいっていう形で概要欄のリンクを常に更新していきますので、そちらをご覧になってください。そして塾選びの方はぜひ、はい、それでは本日はこれでありがとうございました。